別のフィルムはデビューする前から注目されてたんですけど、それはアイゾン出身のチェヨンとサクラがいたからなんですね。でもいざデビューショーケースが始まると、サクラやチェヨンよりもカザーの方が話題になってたんですけど、それはカザーの顔が韓国人に好まれやすい顔で、出てくる雰囲気からキム・ゴンやスジと似てると感じる人が多かったからなんですね。特に2022年にデビューショーケースで登場するこの瞬間は歴史に残る名場面だとも言われてて、ここで話題になってたカザーはデビュー曲のフィアレスのチキムの再生回数が別のフィルムのメンバーの中で最も多かったりしてたんですけど、今回はそんなカザーの話をしてみようかなと思います。本名中村カズア、2003年8月9日日本の大阪で生まれました。カズアが3歳になった時、カズアのお母さんはカズアをバーレスクールに通わせてたんですけど、ここは普通のバーレスクールじゃなくて橋本幸夫バーレスクールっていうめちゃくちゃ専門的に学ぶバーレスクールで、カズアはこの頃から専門的にバーレを学んでコンクールにも出たりしてたんですね。バーレをやってたアイドルはそこまで珍しくはなくて、アイゾアンの矢吹奈子やエクストのカイ、トワイスのミナ、トリプル S のジヨンなど色々なアイドルがバーレをやってたんですけど、その中でも最も強いのがルスラフィオのカズアなんですね。カズアは2015年から2019年まで毎年日本の有名バレエコンクールで受賞したのはもちろん、大体1位になってたし、ヨーロッパの各地で公演もしたことがあるくらいで、2020年には身長165以上、コンクール受賞履歴がある人のみ志願することができるオランダ国立バレエアカデミーのオーディションにも合格して留学したことがありました。ここを卒業したらプロになるらしいですね。つまりカズアは3歳の時からプロになる直前までバレエをやってたわけなんですけど、ここでカズアは一つ疑問を持つようになりました。今までバレエばかりしてきたけど、これからもバレエばかりしていいのか、そもそも私はバレエをしたい人なのか。ここでカズアは中学生時代、ブラックピンクのブンバヤのミュージックビデオを見て、ブラックピンクにハマったのをきっかけに、ブラックピンクのライブにも行ったことがあるんですけど、この時にカザーは涙が出るほどものすごく感動して、自分もああなりたいと思ってたらしいですね。でも新しいことするのは難しいし、どうすれば K-POP の世界に入れるのかもわからなくて、モヤモヤしながらバレエをやってたらしいんですけど、そんな中でコロナによって K-POP オーディションが全部オンラインに変わりました。時間もないし、直接オーディションを受けるという発想自体がなかったカザーは、ハイブに自分が BTS のダイナマイトの振り付けを踊る姿とバレエをやってる姿を撮影して送りました。そしてカザーの動画を見たソースミュージックのソーソンジン代表は直接オランダにいてカザーの実物を確認したんですけど、ソーソンジン代表はカザーが気に入ったのか、そこでカザーをスカウトしたんですね。でもカザーはまた悩んでしまいました。このまま K-POP の道を歩んでもいいのか、やったことないのをするより今までやってきたバレエをやった方がいいのではないかとね。カザーは悩むたびにいつも書いてたノートを開いて、今までの自分はどんな選択をしたのかを見たんですけど、そこでカザーは過去の自分はいつも新しい道を選んでたということに気がついて、今回も新しい道を選んでみることにしました。でもカザーはコロナのせいでビザの発行が遅れてたんで韓国に行くことができなかったんですけど、ハイブはそんなカザーのためにボーカルトレーナーとダンストレーナーをオランダに送って、2ヶ月間カザーにボーカルとダンスを練習させてたんですね。そして2020年1月、韓国に入国したカザーは2週間もホテルで隔離されて、その後ついにソースミュージックの練習室に入ることができたんですけど、ここでカザーは言葉もうまく通じず、ダンスも思ってたほど伸びなくて泣いたりもしたことがありました。でもずっとバレエをしてたおかげか、体の使い方が非常にうまかったカザーはたった6ヶ月でダンスがここまで伸びて、2022年5月2日ルスラフィルムのメンバーとしてデビューすることができたんですね。ルスラフィオのカザーを生で見た人たちは2回もびっくりするらしいんですけど、1回目は顔が思ってたより美人すぎてびっくりするし、2回目は体が思ってたよりごつくてびっくりするらしいですね。カザーは顔よりも筋肉の方を気にしてるらしいんですけど、食事量が減ってるからか運動量が減ってるからか、カザーはバレエをやめてから筋肉が減ってるらしくて、それをもどかしいと思ったカザーは時間がある時には筋肉が減らないようにいつも運動してるんですね。あるいはサクラが夜中に目が覚めてカザーがいなくなったことに気がついてカザーを探したことがあるんですけど、その時カザーは床でプランクをしてたらしいですね。日本人のK-POPアイドルたちは顔から日本人だというのが伝わる場合が多くて、アイブのレイ、アイリトのモカ、ビリの月、トワイスのミナ、モモ、サナ、ルスラフィオのサクラまで目が大きくて唇は太い南方系美人の特徴を持てる場合が多いんですけど、ルスラフィオのカザーの場合はイッセイのスジやレッドベルベットのアイリ、ブラックピンクのジズのような目が長くて唇は薄い北方系美人の特徴を持てるんですね。カザーが初めて登場したその瞬間に韓国で話題になってたのも、韓国には南方系よりは北方系美人が多くて親しみやすい顔だったからなんですね。ルスラフィオのカザーは大阪のギャグセンスを持てることで有名でよく話題になったりするんですけど、ある日はルスラフィオのメンバーたちがお尻は一つなのかそれとも二つなのかで議論をしたことがありました。ここでカザーはお尻は右と左を片方ずつ鍛えることができるから二つだと言って、サコラは右側のないももは一つじゃなくて半分だからお尻も右と左があってこそ一つだと言ってたんですけど、それを聞いたカザーはももに筋肉があったらそれを認めると反論したんですね。他にもカザーはよく変わったことをやってて、韓国ではこれが大阪のギャグなのかと話題になったりするんですけど、実際カザーは人を笑わせるためにいつも面白いことを考えてるらしい
しいですね。それでカザーは韓国で天女の顔、ヒコリの体つき、大阪のギャグセンスを持てるアイドルだと言われてるんですね。イージを発売する前に私はこの動画を投稿したんですけど、この時までのルスラフィムは炎上することなくずっとうまくいってたんで、これからも炎上することなくうまくいこうと思いました。でも最近ウンチェの発言やポーチャラなどが印象操作されて炎上してしまって、ハイブの内部紛争にも巻き込まれて大変なことになってるんですけど、これからはどうか炎上することなくうまくいってほしいと思います。 K-POP ファンたちが楽しく遊べるホームページを作りました。その名はポーペン。ポーペンは概要欄もしくはコメント欄の URL から接続することができるし、 Google や Yahoo などでポーペンを検索することで接続することもできます。アイドルごとに部屋を作ってるんで、 Instagram や X で〇〇ペンと繋がりたいハッシュタグをつけなくてもここで集まって遊ぶことができます。それでは皆さん、ポーペンで遊びましょう。